優勝戦3号艇の金田大輔選手ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま準優勝戦は1コースからコンマ20のスタート大接戦の末1着ということになりましたレース振り返っていかがでしたかそうですねスタートも1マークも失敗したんですけどそれをリカバーリーしてくれる足があったのでよかったと思います、はい、その分があったのでかなり強烈な足だなというのが印象づけられたんですが。 そうですすね出てると思います、はい、特徴としては、金田選手ですから伸び型にされるとは思うんですが、今回の仕上がりとしてはどうですすかそうですね伸び中心に、はい、全部いいと思います、はい、ですから、道中、前を走っている山田選手を捉えて逆転してと、その辺の出足掛かりもいいですねそうですね。 エンジンいいと思います、はい。金田選手はもうご自分のプロペラの形に特殊な形に叩くというところから始められるわけですが、いいエンジンだとこういう反応になるわけですか。そうですね。いいエンジンだったら全部よくなります。はい。今回は久々の地元輸出で前回が2009年の8月ということだったわけなんですが、はい。はい。いかがですかこのあたり。そうですね。前回のことはもあんま覚えてないんですけど。はい。まあ久しぶりですね。はい。 初野球となって地元で優勝戦に乗ってくるというのは今回の目標の一つでもありましたもんね。そうですねいいエンジン引けたんで、はい、目標の1つでした、はい、今回はそんなにスタート勝負しなくても道中で攻めていける感じじゃないですかそうですねスタートいかなくてもというかスタートが全然いけれなくて、はい、なんとか足ででカバーすする感じですかね優勝戦3枠ですがどんな戦いをしますか そうですね思い切ったレースしたいと思いますはいとにかくもう攻めていくご自身のスタイルですねそうですねそれができたらいいですねはい通算ではこれが10回目の輸出で初優勝がかかる一戦ですファンの方に一言お願いしますはい、えー、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします